さて続きやっていきましょうか。バイオ4。まあまあせっかくね動画開いていただいたんですから、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押してからね、まあ、しっぽりと最後まで動画をご視聴いただけたら嬉しいです。ということで今回はいよいよねチャプター5の4をクリアを目指していきたいというところなんですけれども、多分最後まで動画ね見ていただいた方はバイオ史上最もエロいシーンを見ること間違いなし。これも保証します。うん。本当にね、金髪女子大生のね、超いっちゃってる顔を見ることができるんでね、あんなエロい声出すのって多分ね、バイオシリーズの中でもそんなにない話だと思いますんで、そこはね、もう本当、乞うご期待っていう感じですね。さて、前回は、まあ、ちょっとね、とんでもない、まあ、長い、旅をしてきたわけなんですけども、まあ、残念ながら最後にその相方であったね、まあ、マイクちゃんがハエのごとく叩きのめされてしまったということで、まあ、今回はその続きになっていくんです。あん、下手くそ下手くそ。 OK、 一発目、二発目、あん、股間、おちんちんだったね。こちらが素体は女性だっていう説もあるっぽいけどね。うん。で、足をぶっ、あ多分後ろにあったはずなんだけど、あまりにもこう別のところをバコ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 打ち継いだせいで体力が先につきちゃったね。バゴン、はい、よし、おー、オッケーオッケー。で、あ、まあ、ちょっとでもあるとありがたいですね。うん、まあライフルはもう使い切って最後打っちゃおうと思ってます。で、打ってね、まあとある作戦でね、使っていこうぜ、ぶちのめしていこうぜ、ヒャッフーっていうね、オープンセサミー。うん、ちょっと前だけど皆さんバレンタインがありましたけど、チョコもらえたあるいはね、本命の方にチョコをお渡しになった熱い熱い女性の方もいらっしゃるかもしれませんが、あ、ここ刺さってないってことはやっぱりあれだね、後付けでクラウザーがなんか鉄骨を投げたっていう設定にしたっていう感じだね。まあそれはいいや。そう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 。で、チラッチラッと、そう、僕はねもう毎年ね、嫁さんからくらいしかチョコをもらうことができないんでね、まあまあでも、嫁さんからでもさ、やっぱさ、年に一回の出来事とかで、ちゃんとそうやってさ、チョコもらえるってすごいありがたい話っすよね。うん。人生ピークで一番チョコもらってたのなんていうのは、多分、中2の時かな。うん。中2の時になぜかわかんないけど、同学年だけじゃなくて、一個下の女の子たちからも、なんかほぼ全員からもらったみたいな。うん。まあ当時ちょっと仲良くさせてもらってたっていうのが一番大きなきっかけですけどね。まあなんかやっぱりチョコって、なんかこう、美味しい、うまい、まずいよりも、なんかその、もらったことによる感動っていうのが青春時代なんかすごく大きかったなと思うけどね。やっぱりなんかそのバレンタインの時期が近づくと、もうそういうことは、痛い!そういうことはもうないって分かってても、やっぱりなんか当日が近づくと何か起こるんじゃないかってそわそわするよね。まあ、今の会社で別に女性関係って言ったら、なんか、言い方が悪いな。まあ、女性とのお付き合いがなんかいろいろと、お付き合いもなんか言い方が悪いな。なんかいい言い方があれば皆さんぜひちょっと教えてけろっていう感じですね。教えてけろ、上でなんか、苦しんでるけろ、爆発するけろ、落ちてきたけろ、撃つけろ、ほら。ほら、ああ、もう、発狂しないの。発狂したからにはもう、危ねえ、めっちゃ近づいてきてた。ちょ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 ふっと振り返って、ドーンケイ。で、あれちょっと待って、やつはどこよ。あ、まだ上、あ、そっち行くのね。はい。ああ、また発狂。発狂ったらしい。うりゃ。でもなんで寄生虫って明かりに弱いんだろうね。その謎が解けないままなんですけど、うい。10発持ったら死ぬんじゃねえかって勝手に思い込んでる。うい。あ、帽子脱げた。軍曹、マシンガンとく。だててて、ててててててて。にゃろ。にゃろ。ほら。あれ、当たってない。あ、やばいやばいやばい。外れまくってる。外れ。降りてきてくんないかな。降りてきてくんないよね。さあ、おいで。もう別にお金が欲しいとは思わない。現実世界で欲しいけど危ないんちゃす。来たら、あ、降りてきてた。ふい。あ、一発。ごちそうさまでーす。全部弾入れ替える必要なさげだったね。よいしょ。ふい。オッケーオッケー。いい感じ、いい感じ。
これ、でもなんかこの体力的になんかあと一発食らったら死にそうとかそういうのないかな。ギリギリ大丈夫だよね多分ね。ほい、もうショットガンの弾のスペースもね開けておきたいからね、もうガンガン使っていくよ。ここで本当に余計なことしやがって。で上から降りてきます。よし、オッケーオッケーオッケー、ふっと折り返って、ほい、オッケー。あ、ちょっと遠いか。あれ、ちょっと待って、カードキー持ってるやつさ、自ら率先してきちゃダメなんじゃねって思うけ ど、そこら辺はどうなのかな。遠い、爆発させとこ、近くに来てくれたらいいのにね。来ねえし、あ、来た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 、俺とも遊んでくれないかとか。はい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 、とりあえず拾っておいて、ほい。あ、ちょっと待って、後ろからね来てくれる。あ、ちょっと待って、来てる可能性があるっていうところか。ちょっと待ちや、ピッと、ほい。あわわわわわわわ、一旦退散、一旦退散、危ない、ぬぬぬぬ、引っ込め、いっ、あおおお、危ない、一瞬食らっちゃったかと思って、そうでもなかった。ドゥン、ういうい、ういオッケー、おー近い、ういオッケー、ういオッケー、遠い近い、遠い近い、遠い近い近い、遠い、痛い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 、危ない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 、回復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 、発射、ちょっとね、地味に防寒やろ、おーおーおーが発狂してる、すんちがんちゃぶちょう、これ多分 2発目で死んじゃうから、もうとりあえず全員か、オッケー大丈夫、レレなめちゃいかんぜや、キック違うんだよ、キックしたくないんだよ、できれば打ちたいんです、全部キックしてるし。あー、もう発狂は確率が高すぎて逆にこっちが発狂しそうだわ。もう2人いる、2匹、ウニュウニュウニュウ、羽と生まれると書いてウニュウ、羽生でよかったよね。あ、痛いの、おもちゃ承知してぜ、皆さん聞かなかったことにしてくれたんす。違う違う違う、回復して、ウイドゥヒュン、オッケー、あ、ラスイチだったか、お金だけ貯金しときなさい、やりゃ。うる、ゼロキョ、あ、発狂率が高え。おい、あ、もう発狂、もう発狂しかしねえじゃん、もうこいつら。オッケー。ラスト？他にまだいる？こいつで終わりか？ズドン。とりあえず終わりっぽいね。よし、回復。回復。ほんでもって、そんで飛び越える、焼夷弾、ショットガン、登ります。よし、じゃあ、あ、そっか、しまった、こっちさっき来ちゃったけど、ちゃうな、で電源入れてかんとあかんかったな。あー、手順がめんどくさいだす、もうヒーローハーブは多分いらないだす。あ、でもそっか、アシュリーに一応も使っといた方がいいのか。まあ、でもアシュリーも使う必要ないガンスもんね。ほい、調べる。マスンバスト。フッ。ライフォー。ライフォー、ライフォー。そうか、チャプター5の4ってあれだね、珍しく、武器商人が一回も出てこない場所だね、そういえば。はぁ、全く武器改造をすることができないチャートっていうね、結構シビアっちゃシビアだね、そう考えるとね。で、なんか間違えて落ちたつもりだったけど、たまたまラッキーでレッドハーブがやったね。で、こっち進んでいって、降ります。ロッカー物色します。半玉あります。で、ふっと折り返って、スイッチペーン。OK。もう一箇所。もう一箇所、もう一箇所。オッケー、よし、ラストスパートが近い。ラストスパート。ほい、降りて。まあ、まず第一段階でエロいシーン一応あるっちゃあるんだけどね。二段階にエロい。まあ、一段階は別にエロくないか。なんかね、開けます。まあでも、やっぱりなんか、
装置から降りてくる瞬間にふわっとこうスカートの中がチラッと見えちゃうっていうのがね、おう兄弟なのかな、双子なのかな、全く同じ学校一人発狂。危ない危ない。そして何も落としやがるね。よし進んでいって開けます。オープンセサミ、アシュリー登場。久々だねアシュリーもね。孤島に来て、あ、じゃあ孤島に来て一回会ってるのか一応。あれだよね、例えばさ、そのウェスカーはさ、ウロボロスを使ってそう新世界を作りたいとかさ、まあ、それからね、あのなんだっけ、スペンサーなんかはほら裏じゃないや、新世界の神となるのにみたいなこと言ったりとかさ、まあ、どっちも新世界の神になるって言ってるのかとか、ミランダなんかもさ、その娘を蘇らせるためみたいなのがあったけど、サドラーって結局具体的なそのこうするんだみたいな目的がわからないまま終わったキャラだよね。そのあたりがなんかバイオ RE4 で詳しく描かれてたりとかしたら面白いんだけど、そのあたりどうなんですかね。うん、まあ、なんか結構その言い方悪いけど、いろんな情報がこう中途半端に終わっちゃったなっていう気がしなくもないでもない。まあ、あとはそのね RE2 を得てレオンがどんな風に登場するかっていうところですよね。そこら辺も結構楽しみだったりするね。さあ色気ムンムンのエロ姉ちゃんも来たところで、ほんとこう銃をもろともせずカッポしてるもんね。ある意味恐ろ、ある意味というかかなり恐ろしいよね。さっきまでウエ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 って食らってて、ムニュ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 ってなってたのにね。さあ久々に出てくる、あ、じゃあチャプター5の4一応出てくるのか。ここでオープンセサビ、まあでもここではもうね、あのすぐこの後ファイナルチャプターが始まって、でそこでまた武器改造することができるから、まあ今の段階でこいつにお世話になる必要はないかなと思ってちょっと無視します。扉開けます。でまあ名残惜しいけどね、最後に世紀末と戦ってここで雑魚敵に関しては終わりっすね。おい、まあ雑魚敵と戦うのもありなんだけど、まあ例のごとくやっぱり使えるものは使ってね、生贄に捧げていかないっていうね、もったいないですから。てかちょっと待って、雑魚敵もさ、お前らアシュリーを使うっていうさ、教団の目的分かってる？それを全く考えないでもう全員が殺しにかかるというさ、もうほんと部下としてあるまじき行為を行ってるよね。はい、オッケー。なんかあれだよね、戻って手に入る武器が、てかこのさ一瞬でほんと1分2分の間でエイダは、えいバロイチクシュイ、うん、えいバロイチクシュイ、ワンチャプターで2回やったの初めてかもしれない。うん、エイダがこの一瞬でさサドラーぶちのめしてさ、で捕まっちゃったわけでしょ。ほんと一瞬の出来事だよね。どんだけ早くできたんだっていう話だけど、まあ実際あの実況エイダーアナザーストーリーの方もやったことありますけど、まあ苦労してたね。一言の苦労してたよね。よし、じゃあ大したアイテムないっぽいね。じゃあもうこのまま進んでいきましょうか。うん、さあこのままくくっていって、さあ皆さんようやくお待ちかねのシーン来ましたよ。ここまでちゃんと動画見てる人います？うん、見なきゃダメよ、もったいないっすよ。バイオ史上最もエロいシーンを見ることができるんだからねえ。まあ、まずはあの草生える男系が好きな人はまずそちらからね、あのご賞味ください。ご賞味って言い方おかしいか。味わうわけじゃないもん、黙っとこう。Here goes nothing. みん
皆さん興奮しました、興奮した、興奮した、もっと興奮する、鼻血立つよ、鼻血出るよ、息子がおっきおっきするよ、大丈夫、覚悟はできた、じゃあ行きましょう、レッツゴー。確実にレオン、ごめんな、白いの出しすぎたわって言ってる。はい、まあ、ということでね、この辺りでねチャプターが終わりますんで、次回ラストパートやっていきたいというふうに思います。ぜひねチャンネル登録ボタン、グッドボタン押して、また次回パートもお楽しみいただけたら嬉しいでございます。はい、ではね次回パートでまたお会いいたしましょう。チャンネル登録ボタンとグッドボタンもぜひよろしくね。ではまた、バイバイ。